ヨガ教室の生徒さんに本当に感謝しています。こんにちは。今日はですね、私のヨガ教室に、ね、来ている生徒さんにね、嬉しい話を聞いたということをご紹介したいと思います。ね、育児中のね、ママが来るんですが、私の教室ね、赤ちゃん連れてきてくださるんですが、私のヨガ教室来るまでにね、午前中とかね、このお子様にね、服を着せてね、靴を履かせて、ね、そして自転車に乗せる。ここまでがやっぱ結構大変だっていうんですね。靴を反対にね、履いちゃったりとかね、右と左反対に履いちゃったり、洋服とか子供に着てるとね、夏服、寒い時期なのに夏服着ちゃったりとか、だからやっぱりお母さん、ママがね、着せてあげないとダメということですね。で、お子さん重い中ね、自転車に乗せるって、で、また下ろす。結構大変なんですよね。そんな中来てくださってるんですね。もう本当に感謝の気持ちでいっぱいですから。で、私のヨガ教室ってエレベーターで、まあ、上の階に上がってくるんですよね。なかった子供だけ、またもう一回、他のお子さんが降りて、それだけ、エレベーター使って降りてくるとか、そこまでやるんですね。本当、そういった中でね、来てくださって、私は感謝するんですね。行かない方が楽だって、多分思ったりするっていう、することも多分一度や二度ではないと思うんですがね、会員になって来てくださって、本当に感謝するべきだと思います。ね、以上で、ヨガ教室に来る生徒さんの感謝の話を終わりたいと思います。よかったらこちらからチャンネル登録をよろしくお願いします。